登録有形文化財であることを示すプレート一の湯は三重県東にある公衆浴場。石柱門と東派府屋根の本館が国の登録有形文化財に登録されている。昭和25年、当時営んでいた建築業における建築資材の廃材やおがくずを有効活用するために銭湯を創業した。当銭湯のシンボルとなっている石注門上にある一の湯の ネオンサインは創業時に設置されたものである。一方、創業より25年近く前の大正15年に建てられた石柱門と東派府屋根の本館は上野城下町における当時の戦闘文化の風情と歴史的景観を今に伝える貴重な建築であることから2013年6月に国の登録有形文化財に登録されている。石注門は 花崗岩製の門中に洋風の鉄製門ピオフス。本館は建物全体は和風の造りであるが、浴場入り口の壁にはテラコッタやアーチなど洋風の要素も取り入れられている。なお、建物の2階は休憩所跡となっており、現在では使用されていない。2008年より一の湯の創業から数えて3代目となる店主が次、ぎ、銭湯の廃業が、 相次ぎ業界が衰退する中で新たな可能性を模索している。知人のアドバイスにより昔ながらの居心地の良い空間に宣言することを決め、レトログッズの効果的な配置や家族の団らんの妨げとなるテレビの撤去、さらに照明は電球色に変え、BGM は昭和の歌謡曲とするなど様々な変更を行った。番台付近に置かれた商品には健康志向のものや、 日本古来の小物を積極的に導入し、和の暮らしを提案。また、銭湯スタンプラリーや、風呂屋のの連店、ランナーズ銭湯、プチ忍者変身どころ、銭湯探検など様々な企画を展開している。三重県伊賀市上野西日南町1762、無料駐車場の台数、最大40台登録有形文化財に登録されている、その他の銭湯。 ありがとうございます。